まあこの湿気の多い気温の高い中での試合で相手のチャンスというのがまあ試合の中であると思ったのでそういうところをしっかり耐えてカウンターのチャンスというのを伺ってまあ最初のセットプレーで点取れたというのはすすごいい大きかったと思います立ち上がりは長崎のプレッシャーを受ける場面も多く感じましたが前半45分はどのような印象ですか まあ相手のセットプレーがかなり多くて、まあ、そういうところもしっかり集中して耐えれたっていうのがすごい大きかったと思いますし、まあ、後半、相手が落ちるっていうのは分かってたので、まあ、前半をああいう1対0で折り返せたっというのは後半も非常に湘南のペースで試合が進みましたが1点リードをしている中でハーフタイムに何かか修正はありましたかまあこれといった修正はなく、まあ、シュートで終わろうっていうのが一つあって。 なかなかこう前半シュートで終わる場面というのがなかったので、まあ、そこは修正しようというのがあって、まあ、全体的な流れはそんななに悪くなかったと思いますアウェイで上位対決を制することができたというのはかかななり大きいいのではないでではしょうかそうそすね、まあ、今日に限っては相手もフォームで強いですし、まあ、1位と3位の直接対決でただの一戦ではなかったので、まあ、そういう試合に勝ててよかったです。 次節の千葉戦に向けて一言お願いいたします。まあジェフもホームでかなり強いチームですし、最近負けていないと思うので、まあそういうチームにまだ勝てるように、まあ中少ないですけど、できる限りの準備をして次も勝てるように頑張りたいです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。